3回マスカッツ何か選抜総選挙。さあ今回も総合司会をやらせていただきます矢作健です。ちょっとすみませんやらせていただきますがそういうの難しい。ちょっと早速早めの来てます ね、 大事な総選挙だぞ。ちょっといつものお客さんがいらっしゃってますかね。ちょっとまずこっちやりますから ね、 静かにしていただいて、はい、すいません大変失礼しました。今回もですね組織票一切なしのマスカッツ関係者および業界関係者に聞いた厳正なる選挙の結果を発表していくわけですが、うん、やはりね、はい、3回目ということもあり、ね、皆さん顔がこわばってますか。どうしました。なんかもう、ね、皆さんどうしたんですかね。緊張するんじゃないですか。いい加減にしろみたいな顔にも。すいません、あすか辞退してもいいですか。あ辞退辞退します。総選挙辞退、大きい大事な総選挙も。いやいやさすがに、うん、今回もまたあのくだらないあの順位じゃないですか、はい、くだらない順位というのは、はい、あそっかそっか。今までがあれでしたっけ、はい、ね、2回まではそうでしたね。2回ともそうだったんで私もさすがに勉強するんでそこは。あーなるほど、バカじゃないんで今回も、はい、そっか勉強した、はい、前回同様と、はい、まだ勉強が足りないんじゃないかな、ね、ちょっとだってお笑いで言うとほら、うん、1回2回やって3回目違うのがセオリーじゃないの。そうですか、3回目で裏切るね。裏切る、いやいやいや付き合いきれませんよ本当に。そうだとしたら付き合いきれない時代があります。ふざけてるわけじゃないからお前言うなアンジですね。厳しい厳しいガヤも来ますね。月一開催マスカッツ何か選抜総選挙、全員疑っているみたいだけどセオリー通りなら今回は絶対いい選抜のはず。それでは、はい、一旦 CM か。まだ一人も発表してませんからね全然分かってないテレビのこと。 CM のタイミング違いますよね。こんな早く CM 何もやってないです、いきませんよ。さあそれでは発表いたしましょう。マスカッツ何か選抜総選挙第15位は、最終獲得票数1票エビスマスカッツ所属平石麻里奈。前回は選抜からもね何かアンダーガールズでしたが今回は見事復活しての何か選抜におめでとう。前回の何か選抜では残念ながら県外だったんですね、うんうんうん、すごくあの正直悔しいというか、まあ、ただマスカッツのマラヤカにそんな太ってませんよ。体型ですか。危ないって感じじゃないですね。できるとりました。こういったヤジもあの今回初めて受けることができてとても嬉しいです。とにかく今日は喜んでいいということなので、うん、心より感謝しております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。よかったね。タイムズアップっていうのはやっぱいいよね。いいですね。1回打ってから、ね、うん、ね、上がるっていうのは。そう。さあマスカッツ何か選抜総選挙第14位最終獲得票数2票エビスマスカッツ所属古川伊織。入ってきますね。入ってきました、ね、選挙名物となりましたが今回も足元がざついておりました。涙抜きでは語れない何か選抜入りおめでとう。よぽんよぽん涙が ねヤギよぽんって言うなファンの熱狂的なファンの方がジェラシー、ね、なれなれしくしていけないでしょ、ね、前回からランクをまた下げてしまったので本当に皆さんに申し訳ないと思います。でも下がった分また上がれるように頑張りたいと思いますので今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。嬉しさが、ね、もう伝わりますね。あ大丈夫ですか。第13位最終獲得票数4票
デビスマスカッツ所属辰巳椎名。さあもはやこの順位に入っていても不思議ではない安定感、コツコツ何かをやってきた何かの結晶と言っていいでしょう。だん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 自分に少しずつ欲がこう出るようになってきて、もうちょっと上を目指してみようかなって思えるようになりました。本当に皆さんのおかげです。エクボは恋の落とし穴てかバカ野郎。すごいですね。もう良い味ですね。もうヤジの尺じゃないですね。全然良くなってきてる。ありがとうございます。頑張ってるからですよ。ねえ、続いてまいりましょう。マスカッツ何か選抜総選挙第12位。最終獲得票数5票。エビスマスカッツ所属桃の木かな。さあ次期エースの呼び声も高い彼女、この順位に満足いかないようではありますが、この視点の先をしっかりと何かを向いております。何かに向けて突き進め、かなかな。はい、今回、無事選抜入りすることができました桃の木かなです。今回やっぱり何かしたんだと思います。私そうしたんだよ。なので選抜入りできてとても光栄に思います、うん、ありがとうございました。マネージャーのことをね、あのディスるのはね、ちょっとね、やめてほしいですね。裏方はやめてください。阿佐ヶ谷美穂仕事しろ。美穂さんに阿佐ヶ谷姉妹よく見てますね。美穂さん全体を見て全体見てますね。気が抜けないですよこれ。続く11位は惜しくも順位を1つ下げた歌。前回の県外から返り咲いた宇佐が第10位。今までで、そしてマスカッツきっての職人肌小島は9位。さあマスカッツ何か選抜総選挙第8位。最終獲得票数11票。エビスマスカッツ所属藤原明乃。ここに入ってきましたね。前回の何かセブン入りから惜しくもランク落としの第8位。そうですね、突然の卒業宣言にはびっくりしましたけども、あなたはずっと卒業しようと藤原なんです。これからも頑張れ藤原。卒業はする気はないんですけど、中途半端ブース1個目。中途半端ブースはきついですね。本当にいいやつですよね。いいやつ、いいやつ、いいやつ、大丈夫です。中途半端ブースの藤原8位ってちょっと大きいこの順位に納得がいかないということです。いよいよ、いよいよですか。はい、ここからが何セブンですよ。出た何セブン。残ってるメンバー見て、あ、三上さんはどうかな。前回私は入れなかったので、あらららら、そうなんですか。そっか、今回は入れると思います。前回入れなくて今回残ってるってことはやっぱりいい選挙なんだろう ね。そういうことになりますよ ね。どう葵さんは、うん、そうですね、やっぱり大人の方たちもそんな、まあ、悪い大人の方たちではないと思うんですけど、スタッフの方たちもね、悪いじゃないよね。そうですね、そうそう、うん、3回目はちゃんとご褒美を与えてくれると思う。ご褒美選挙 ね、はい、うん、ね。さあそれではいよいよね、何か選抜総選挙何セブン入り発表します。何か選抜総選挙第7位。最終獲得票数13票。エビスマスカッツ所属石岡舞。やりましたよ、ついに待望の何セブン入り果たしました。お祝いとして私からここで一句読ませていただきます。いつもです。いにしえの時を思えば何セブン、おめでとう。何言っ
ってるかちょっとわからないんですけど前回ちょっと伸び悩んでいて、私の中で何かをすごく頑張ったんですね。その結果がこの順位につながったと思います。 FOVE ランミーこっちゃんこっちゃんこっちゃん終わってますよ、ね、ライブ前に呼ばれてますよ。石岡のファンですから、この結果も受け入れて、次回もまた何セブンに入れるように頑張ります、うん、ありがとうございます。頑張ったんですね、何かをね。念願ですからね、念願の何セブン入りですもん、ね、嬉しそうですよ。頑張ったんだろう ね、 それでは続いて参りましょう。マスカッツ2時間選抜総選挙第6位、最終獲得票数14票、恵比寿マスカッツ所属、葵司。ご覧ください、デビュー当初から何かの女王と言われていたものの、不安げだった彼女がこんなに成長しました、うん、身長も当初は145センチだった彼女が、この1年でこんなに伸びて、伸びました、大きくなったね、スカチン、うん、おめでとう。ありがとうございます、身長は163センチから165センチに2センチ伸びただけなんですが、ああそうですか、でも伸びたんだ本当に、はい、この年でね、うん、そうですね、すごいマイクが私はマイク低いようにしちょっと上げていいですか、昔のツカチンだと思って設定してるんですけど、してますからこっちとしてはそうですね、前回も言った通り、あの真面目に生きているつもりです。まあ多少の不良行為はありますが、私もその辺は多めに見てもらってると思っています。なんか見れないみたいですけどね、まあそんなこともひっくるめ誰が口が悪い、口が悪いんだよ、自分でひっくるめてますか、はい、マスカッツの中での活動は徐々にいいようになっていってるとは思うんですが、どうでしょう、どうでしょう、ファンの皆様にですか、ファンの皆さん見てるからね、頑張りよね、はい、まあ、まだ瞑想中なんですけど、迷いながらも頑張りたいと思います、よろしくお願いします。 ありがとうございました、うん、いいんだよ、迷いながら頑張る姿がいいですよね、続いて神崎が安定の何セブン入り、でも自分に甘えず、選抜入り常連のタモリは自己最高の4位、行きましょうか、うん、マスカッツ2次選抜総選挙第3位、最終獲得票数23票、恵比寿マスカッツ所属、三上岩。デビューしてからずっと目標にしていたトップの座には立ちませんでしたが、栄えある第3位、私は確信しました、あなたたちの世代ならきっと何か引っ張っていけると思います、これからも何かを引っ張っていってください、うん、ちょっと 何言ってるか分からなかったんですけど、私は前回所属していたグループでは総選挙をランクインすることもできませんでした。そうなんだ、ね、あんまはっきり、ね、はっきりではないんですけど、うん、ですよ、ね、濁してますから、うん、あのそれですごく悔しい思いをしてちょっと、ね、いいんですよ、絞ってくのやめていただけます、もないんですけど、あのすごく悔しい思いをして恵比寿マスカッツに入って、当たっちゃいます、うん、あの当たるまでやんのやめてください、あのそうなんですけど、あの認めましたけど、はい、すごく会社もして恵比寿マスカッツに入って、うん、こうして3位という素晴らしい順位をいただきました、皆さん、うん、ありがとうございます、よかったね、こう私の人生をもってこう生きてればいいことがあるということを証明したいと思います、皆さん本当にありがとうございました、アイドルらしいね、ね、そうやって、ね、いいかげんですね、
さあいよいよ残り2名、残り2名、2名に来ましたか、あら黒沢さん結構毎回入らないんでしたっけ、ここ座ってても。はい、とにかく今日は名前を呼ばれたいと思ってきました。なるほどね、そうですね、そうだ、今まではねちょっとまあ選挙の内容的には呼ばれなかった方が良かったような選挙だったんだ、ね、だけどね、はい、今日は今回は呼ばれたいね、はい、入りたいですね、うん、それでは参りましょうか、マスカッツ何か選抜総選挙第2位、最終獲得票数25票、恵比寿マスカッツ所属アスカキララ、あー、落ちた、あと一歩で、頂点には届きませんでしたが堂々の第2位、良きライバルに囲まれ何かを切磋琢磨してきたからこその順位ではないでしょうか、おめでとう。そうですね、前回王者ということで、うん、やっぱり順位は落としたくなかった。あなた政権したか、また政権、そういうやつはね、ほらちゃんと否定しないんでね、否定はしません、してますね、前回王者ということで順位は落としたくなかったんですけれども、25票もの票数を皆さんありがとうございました。素晴らしい挨拶ですね、王者の風格もありますね、ありますよね、貫禄がありますよ、1位とか2位の常連ですよね、うん、いよいよ第1位ですが2人残ってますね、黒沢と夏目さんと黒沢さんどうでしょうか ね、もうこの不安から解放されたいです、うん、そうか、ずっと憧れてた1位、そうだね、そうですよ、やっとね1位ね、そこまで来たんですね、1位になったら誰に伝えたい、うん、やっぱりお母さんに、あ、そうやっぱそうですよね、福井でしたっけ、福井のお母さん、ね、はい、喜んでくれますもんね、応援してくださってますもんね、じゃあいよいよ1位の発表です、マスカットナイトフィーバーは BMM.com の提供でお送りします、じゃあいよいよ1位の発表です、何か選抜総選挙第1位、最終獲得票数26票、恵比寿マスカッツ所属夏目花美、やっと念願の、あーもう、ね、番組ライブ活動の全てを見てきた関係者が選んだ第1位、あなたが常々言っている言葉、努力は必ず報われるかどうかはよくわからない、まさにその、ま、言葉通りの結果となりました、おめでとう、花っぺ、花っぺ、花っぺおめでとう、一気に感情が出ちゃったね、またね、嬉しかったね、抑えきれないでしょうね、もうね、あ、いいですよ、な、ね、泣きましょう、泣きたい時は、うん、私は正直に言ってお母さんの自慢の娘とは昔から言えないような出来損ないの娘でした、だけど上京してきてこの頑張れ花っぺ頑張れたくさんの仲間ができてそんな姿をお母さんに見てもらえてお母さん言ったんです私の自慢の娘だよって、あ、ね、言ってもらえたんだ、よかったね、あ、いいよ今日も報告しちゃっていいよ、ねえ、1位なんて取ったらもう、本当にもう自慢どころかも、本当ですよもう、出てくるといい ね、 ねちゃんと報告しよう、うん、もしもしお母さん、もしもしお母さんか
どうしたまた泣いてる。マスカツの、うん、総選挙で、うん、1位になることができました。おめでとう。ありがとう。お母さんがこうやって育ててくれたおかげだと思うから、本当にお母さんありがとう。自分の努力だよ。はい。な、はい。な、これからも努力していくから、ずっと福井で見守ってってください。はい。お母さん。お母さん。はい。お電話変わりました。はい、こんにちは。こんにちは、大久保です。大久保さん、はい。そうです、お世話になっております。1ヶ月ぶりですかね。この1ヶ月花見さんすごい頑張って1位取れました。すいません、皆様のおかげでございます。お母さんのやっぱり育て方というかね、それが良かったんだと思いますよ。育て方ですか。自信持ってください。いい子に、すごくすごくいい子に育ってますから、安心してください。はい、ね、ありがとうございます。わかりました、ちょっと変わりますね。はい、はい、おぎやはぎ、おぎです。あ、こんばん、あ、こんにちは。いや、娘さん本当自慢のね、お母さんの自慢の娘になったと思いますよ。はい、ありがとうございます、ね、自慢です。自慢ですよね。はい、これはね、お母さんの、はい、いや、切ろうとしてますか、お母さん。もしかとは思うんですけども、先ほどからね、あの、はい、お母様の育て方が良かったんじゃないかなんて話出てますけど、何かあの花見さん子供の頃常々言ってたことってあるんですか。うーん、ないですね、あんまりね。何ですか。なんか絶対ね、はい、っていうか一生懸命仕事してました、私。あ、それがでも、そうそう、じゃあ背中を見せたってことかな。そうです、あ、それです、背中です。はい、あ、はい、背中見せてました。なるほど、背中見たんだね。はい、うん、どうだった、はい、お母さんの背中どうだった。小さいけど大きかったです。あら、あら、こんなこと言えるようになったよね。ね、阿佐ヶ谷姉妹と申します。はい、あ、こんにちは。こんにちは。お姉さんですか。はい、お仕事中ですか今。仕事中ないけど、はい、お客さんいないんですよ。美容師やって。あ、美容師さん。そうですね、今お仕事中すいません、はい、いいえ、とんでもないです。あの、そちらのお店のカットとパーマのお値段はいくらになりますか。はいはい、カットはね、4,000円の消費税です。あ、パーマは9,000円の消費税。ああ、いいです。じゃあ、ね、お得ですね。込み込みだったらね、お得です。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、これからも、もしもし、うん、あの、お母さん、体に気をつけて、うん、ありがとう。お仕事頑張ってください。花見は気をつけないの、はい、体の。ありがとう。頑張ります。じゃあね。ありがとう。起きればいいか、うん、はい。起きるの、はい。ありがとう。切るの、もう切るの。なんで急に切りたくなくなっちゃったんですか。収録中ですか。相当お客さん来てないな今。もしもし、来てください。じゃあ仕事頑張ってね。はいはい、いいね、ねえ、あら、あ、いい、お母様でね、喜んでましたね。また報告できてよかったね。はい、よかったね、本当に。ねえ、いよいよ1位決まって、決まりましたね、順位出ましたよ、ね。あ、今回の発表してなかったかな、まだ。あ、まだ言ってなかったでしたっけ、うん、今回の何の選挙かを、ね、何の選挙か発表しようかな。本当にいい順位なんですよね、確認。今発表します。今回行われた選挙は、おかしいでしょ。マスカットナイトフィーバーは BMM.com の提供でお送りしました。たくさんの仲間ができて、今回行われた選挙は、あなたは何選抜か分かりましたか。勉強とかではなく、うん、人間的に、うん、バカだなと思う人、その選挙でした。難しいでしょ。ねえ、なるほどね、人間的にバカだ
なって一番嫌ですよね。一番嫌だ。さっきまでお母さんに矢作さんたち育て方が育て方がって言ってたじゃないですか、はい、でもお母さんも何もしてないって言ってましたよ。そういう子供ね、何も思ってない。何の総選挙だったかちゃんとお母さんに報告できるかな。できるわけないじゃん。ということでまた次回の総選挙、何か総選挙でお会いしましょう。さよなら。さよなら。